昔々、あるお庭にお人形が眠っていました。ねえ、私が次に起こることを忘れたふりをしたら、平凡な物語としてこれを適当に終わらせることができるかな。でも平凡なのって私のスタイルじゃないし、放浪者のとも違う。彼の物語はシンプルでも複雑でもいい。どんなものになるかは語り手によって変わるの。僕じゃなきゃダメ？いいだろう、仕方ない。もしこの放浪者に遭遇しても、その意地悪そうな顔に怯えなくても大丈夫よ。良好な関係を保つコツは簡単。十分な距離を置いてちょっかいさえ出さなければ、強風に襲われずに済むわ。放浪者はあまり口にしないけど、武器の鍛造に関して多少心得があるの。彼が弓と砲器を突破するとき、消費するモラが減少するわ。放浪者の通常攻撃は風陣による最大3段の連続攻撃で風ダメージを与えるわ。銃撃は一定のスタミナを消費し、短い詠唱後に前方へ高圧気流を凝集して風範囲ダメージを与えるわよ。元素スキル発動時、放浪者は大気の力を集め、大地の束縛を振り払うわ。周囲に風ダメージを与えて飛び上がり、虎視眈々状態になるの。この状態では放浪者は落下攻撃ができなくなり、通常攻撃と銃撃がそれぞれより高いダメージとより広い影響範囲を持つ空母不祥弾と空母風刀会に変わる。この空母風刀会はスタミナを消費しないわ。この状態では宙に浮かび続け、空母力を消費し続けることで浮遊状態を維持するの。ダッシュすると追加で空母力を消費して空中ダッシュをするわ。長押しすれば持続的に消費して高速移動をする。これらはダッシュにとって変わるようね。ジャンプボタンで空母力を消費して高度を上げることも可能よ。長押しすれば持続的に消費して高度を上げ続けるわ。空母力が尽きるとこの状態は解除されるの。虎視眈々状態であれば空中での戦闘が可能で、その上探索もより便利になるわね。状態継続中に再度元素スキルを発動するとこの状態は解除されるわ。テンプ襲撃特化解放後、放浪者が元素スキルを発動した時に水、炎、氷、雷元素に触れると、触れた元素によってその時の虎視眈々状態が強化されるわ。水元素に触れれば空母力の上限が上がり、炎元素に触れれば放浪者自身の攻撃力が上がる、氷元素なら放浪者自身の会心率が上がり、雷元素なら放浪者の空母不祥弾と空母風刀会が敵に命中すると元素エネルギーを回復する。ただこの方法で回復できるのは短時間のうちに1回だけよ。これら強化効果は最大2種類まで同時に獲得できるわ。風の痕跡は人の目に映りがたいけど存在は感じられる。テンプ無敵一風解放後、虎視眈々状態の空母不祥弾または空母風刀会が命中すると確率で経絡効果を獲得できるわ。この時に虎視眈々状態で空中ダッシュを行うと、経絡効果を解除することで空母力を消費せずにダッシュを行い、また風の矢を何本か放って風ダメージを与えるの。もし空母不祥弾と空母風刀会でこの効果が発動しなかった場合、次の経絡効果の発動確率が上がるわ。身の程を知れ。元素爆発は大気を圧縮することで、あらゆる煩悩を塵にする空洞を生み出し、風範囲ダメージを複数回与える。もし元素スキルの虎視眈々状態中に元素爆発を発動すると、状態が解除されるわ。放浪者という名であっても、彼はこの先の目的をなくしたわけではない。それをなすために彼は迷いなく行動するでしょうね。戦闘中、放浪者の主な戦闘手段は元素スキルよ。虎視眈々状態になることで空中で戦えるようになり、空母不祥弾と空母風刀会のダメージがアップして、より影響範囲の広い風ダメージを与えられるわ。
さらに仲間との連携で様々な強化効果を獲得し、放浪者の戦闘能力を上げることが可能よ。元素エネルギーが溜まったら、元素爆発で風範囲ダメージを幾度も与え、暴風のような勢いで障害を打ち砕くといいわ。テイワット大陸には独自のルールがある。それは完璧じゃないし、一部はまるで心のように脆いものよ。だからこそ私は仕事を依頼され、いくつかの特権を手に入れられたの。縛られない生活は好きだけど、この仕事も嫌いじゃないわ。だってこれのおかげで、私は様々な角度からこの世界とここを巡る万物が観察できるんだもの。人は忘れるけど、王子はすでに記された。誰も過去から逃れることはできない。放浪者はもう十分すぎるほどそれで苦しんだわ。でも未来は、風はどこへ吹くのかしら。予知能力を羨む人がたくさんいるのは知っているけど、放浪者は気にしないはず。彼の望む結果が得られるかどうかに関わらず、彼はその過去を手に未来へと向かうでしょうね。